柳津駅は宮城県登米市津山町柳津あざたにきにある東日本旅客鉄道気仙沼線の駅並びに気仙沼線 BRT のバス停留所である。当駅は鉄道路線としての気仙沼線の終着駅であり BRT との接続駅となっている。なお BRT の一部の便は前夜地駅当駅間をノンストップで運行している。気仙沼線は まず、京成沼駅から、元吉駅までの区間が1957年に開通し、次に善八駅から、元吉駅に向かう形で線路の敷設工事が行われた。1968年10月24日に、善八駅から柳津駅までの区間が、柳津線として開通し、柳津駅はこの時にその終端駅として開業した。その後、 1977年12月11日に、気仙沼線は全線開通し、柳津駅は中間駅となったが、柳津駅から気仙沼方は、東日本大震災での被災を経て BRT 化され、2020年4月1日付で43年ぶりに終端駅に戻った。鉄道としては、単式ホーム一面一線を有する地上駅。線橋があり、 駅舎、ホーム及び駅舎の反対側の道路を連絡している。石巻駅管理の簡易委託駅で、駅舎は観光物産館、有キャビンが併設され、窓口がある。かつては、島式ホーム一面二線であり、一番線が下り気仙沼方面、二番線が上り前八地方面であった。気仙沼線全通後は、列車が折り返す機能はなく、途中駅として機能していた。 2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響により4月29日から当駅から前夜地方面への折り返し運転を実施している当初は前谷地方から2番線に進入できずまた1番線の前谷地方に出発信号機がないため校内の手前で一度停車をした後で信号代用機で2番線に進入する方法が取られていた 後に一番線の前谷地方に出発信号機が設置され、一番線での折り返し運転に変更された。BRT 専用道の整備に合わせて二番線の線路が撤去され、鉄道は単線構内となったが、場内信号機や出発信号機は従前通り設置、動作しているので、引き続き停車場の扱いとなっている。BRT の乗降場は、 鉄道ホームの気仙沼型の専用道場にあり、2車線で上下便の同時停車が可能。鉄道駅舎とは別に待合室が設けられているほか、鉄道ホームと平面で直結する通路が整備されている。専用道は駅前広場と接続しており、前夜地駅発着便の出入りや駅前広場への留置に利用される。 BRT の運行開始時は、駅前広場から発着していたが、2018年7月1日より、現在の乗降場に移転した。JR 東日本によると、2020年度の鉄道の1日平均乗車人員は30人で、ある。また、BRT における1日平均乗車人員は17人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。BRT。 ありがとうございます。